皆さんは労働基準法はご存知でしょうか。私は学生だから知ってる必要ないんだ、正社員じゃないんで関係ないですって思った方はぜひこの動画を最後までご覧ください。今日のテーマは一言で言うと、労働基準法って一体何なんだろうっていうね、超簡単なお話をしたいと思います。ぜひ社会常識として学生の方または新社会人の方にぜひ見ていただきたいと思います。はい、どうも、社会保険労務士の大月です。なんでね、この動画を撮ろうかと思ったというと、目的は今日2つあります。1つは労働トラブルを減らしていきたい、2つ目は社会保険労務士、いわゆる社労士という職業を、ね、知ってもらいたいなって思うのが目的です。この1つ目のね、労働トラブルを減らすのに、じゃあこの動画がね、どんな役に立つのかっていうのを少しお話しさせていただきます。社会保険労務士をやってると、会社といわゆる働いている人、労働者、この両者でトラブルっていうのが割とあちこちでいろいろ発生するんですよ。で、そういうのをうまいこと解決をして、そしてまた一緒に仲良く仕事をしていくような環境を作るのが私たちの仕事なんですが、このね、トラブルが発生する原因っていうのは、まあいろんなトラブルがあって、それなりにいろんな理由があるんですよ、原因が。ただそれを突き詰めていくと、割とね、3つに落ち着くんですね。そのうちの1つが法律をそもそも知らない場合、無知だった場合ですね。そして2つ目が、法律があることは知ってんだけど、そして少しは分かるんだけど、ただ根本的に解釈を間違えていた、勘違いしていた場合ですよね。そして3つ目は知識もある、そして勘違いもしない、ちゃんと解釈も分かっていて運用もしっかりしているんだけど、ただそもそも守る気がないっていう場合ですね。3番目の守る気がないっていうのは、これどうしようもないんですが、この動画だけでね、どうかしようっていうのは無理なんですが、ただ少なからず1番の知らなかったっていうのと、2番の勘違いしてたっていうのだけはね、この動画でぜひ少しでも解消して、労働トラブルを世の中から少しずつ減らしていきたいという思いでこの動画を作っています。今日は労働基準法ってそもそも何のためにあるのかっていうね、そういう基本中の基本の周りだけをご説明したいと思います。細かいところについてはまた別の動画で解説してますので、そちらをご覧ください。労働基準法っていうのは禁止事項がたくさん並んでいます。法律自体は1条から120条以上あるんですね。ただそのほとんどが使用者、いわゆる人を雇う側に対して、何々をしてはならない、何々をしてはいけない、何々をしないように努めなければいけない、基本的にはダメダメダメ、禁止事項がずらーっと並んでいるわけです。働く上でのルールっていうので、そういう禁止事項を並べています。じゃあ例えばどんなことが書かれているのかっていうことなんですが、労働基準法の中でも例えば一番重たい罪、まあ罰則が重いもの、これ何かというと、強制労働の禁止というものがあるんですよ。つまり働きたくないって思ってる人を無理やり連れてって働かせる、そうやって無理やり働かせることを禁止しているわけです。例えば皆さん、闇金牛島君ってご存知でしょうか。借金を返せない人たちが最終的に映画でもドラマでも最後、牛島君一派に連れられてどっか山奥とか連れてかれますよね。あれは山奥に行って働かされて、その給与を牛島君が取っていく、まあそんな仕組みになってるわけですね。自分で行きたいんですって言ったら別なんですが、大抵みんな嫌がってますよね。無理やりワゴンに乗せて連れてって働かせている、あれはまさに強制労働、労働基準法でいうと禁止されている一番重い罪を犯している、そういうことになります。その他、宗教とか政治、そういうものの考え方によって労働条件は変えてはいけないっていうことが決まっています。例えば何々君はバツバツ党の支援者だから給与は払えないよとか、なんか違うルールを作るっていうのはそもそも禁止されています。あとは皆さんに共通しているようなのが、労働時間は何時間までしか働かせちゃいけませんよとか、休日は週に1回取らせなきゃいけない、休憩時間は何時間以上でこんぐらい休ませなければいけないとかね、あとは年次有給休暇だったりとか、あとは給与の支払い方のルールなんていうのも労働基準法でしっかりと決まっているわけです。命令を受ける人を労働者と言いましたが、じゃあそもそもなんで命令を受けなければいけないのか、これは労働契約という契約を締結しているからです。いわゆる労働者と会社は労働契約という契約を締結しています。労働者は自分の労働力、時間を伴う労働力を会社に売っています。会社はその買った時間、買った労働力に対して命令をして、そして仕事をさせています。そしてその仕事の対価として賃金を支払う、これが労働契約です。ここで一つ勘違いしてはいけないのが、命令を常に受けている時間だけが労働者になるわけではないということです。命令を受けていつでも提供できる状態にあれば、それは労働者なんです。ですからその時間はいわゆる労働時間になるということです。実際に体を動かしたり頭を使っている時間だけが労働時間になるわけではない、そうじゃなくて待機している時間も労働者ですから、当然労働時間になると、そういうことです。命令を受ける人が労働者、命令を受けない、
その辺は自由にやっている人がフリーランス。この違いなんですね。この違いで保護される、されない、自由がある、自由がない、この違いなんです。ただ知っておいていただきたいんですが、悪い経営者っていうのはいます。どんなことを言ってくるかっていうと、フリーランスという契約をしておきながら労働者のごとく命令をしてくるような、そんなことを言ってくるんですね。ですから例えば、君はフリーランスなんだから労働基準法は関係ないよ、こんなことを言ってきます。一方で労働基準法は関係ないのに、朝9時に来なければダメだとか、6時までは必ずいてくれないと困るよ、報酬が時給扱いになっている、まあ実際問題中身は労働者なんだけど契約書だけフリーランスみたいな、そんな契約を求めてくる、そんな経営者が世の中にはいるんです。そんな人に出くわした場合は、私が冒頭申し上げた1番目知識がない、2番目勘違いしている、これじゃないです。ほぼほぼこの3番目分かっててやっている、そんな可能性が高いんで、そんな人と関わったらその先どんな目に遭うかわからないのでやめといた方がいいと思います。ちなみに労働基準法では労働者っていうのは書面上の問題ではなく実態で判断します。ですが実際問題、独立性がなく指揮命令を常に受けているような、そんな環境でやってたら、契約書がたとえフリーランスでやったとしても、それは労働者として認定されます。労働者として認められたらどうなるかっていうと、当然労働基準法が遡って適用されていくわけです。ですからフリーランスであれば発生しないような残業代だって請求することができるようになる可能性があるので、その辺はよく知っておいてください。ではおさらいです。1点目は、労働基準法っていうのは働くことに関してはものすごく広くカバーをして保護してくれます。何かあった時にはとりあえず労働基準法ではどうなってんだろうっていうように思う、そういう頭を持っておいてください。そして2点目、労働基準法は労働者全般に適用されます。つまり正社員だけとか月給者だけ、日本人だけ、社会人だけ、そんなものはないです。命令をされてそれに対して賃金を受けるような労働契約を結んでいれば、全て労働者として労働基準法の保護を受けるということになるわけです。そしておまけなんですが、世の中には悪い人が本当にいます。皆さん自身が法律っていうものがまずあるということを知って、これおかしいなと思ったら調べに行くような、そんな行動を取れるようにしておいていただきたいと思います。この動画では今後、労働時間や賃金、休憩、休日など働く上で常識として知っておいた方がいい情報を発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また今回のような学生新社会人向けの動画以外にも、経営者や人事担当者向け、社会保険労務士を目指している人向けにもお役に立てる情報を発信していきたいと思います。そちらも合わせてご視聴、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。また励みになりますので高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。